平和書下町探偵団源さんです。今日もおよこよ、本当は続けてあげたかったんだけどね、昨日皆既月食あげちゃったからね、一日先送りなのだ。あれ住所は東駒形かな。うん、この校庭っていうのかな、敷地内のちょっとしたこの緑地帯に木が並んでんだけど、いくつか落葉樹があって応用してる。これは松だよね。この辺は結構綺麗な紅葉だな。隣に紅葉してるんだけど、あ、まだ緑なんだ。本当に木っていうのはさ、木っていうか植物はさ、わかんねえんだよな。この人たちの気分でいろいろ変わるから、それに合わせて人間が今日はやめよう、明日はやめようとか言いながら見るわけで、まあ木がわがままなんじゃなくて人間がわがままなんだけどね。うん。全部イチョウだね。イチョウ並木。これも綺麗だなぁ。ちょっと光の加減で暗く見えるかもね。これはわかんないんだよな、前から。これって何の木？わしはどうしても柿の木に見えるんだけど実がなってないもんね。違うよね。で、ここまでずっと北の壁一面、紅葉してるって感じなんだけど、なんか木よりもこの雲の方が今日は見事に見えるな。うん、ちなみに本庄中学、結構有名な、人が卒業してます。ちょっとその名残っていうか証拠みたいなのがあるんで行ってみようか。まあ区立中学だからね、地元の有名人は何人かいるんだけど、一人はめちゃくちゃ有名です。誰でも知ってる本庄中学ね。ここが本庄中学の正門になるのかな。なんか中にイベントやってる、まあ、よくわからん。でね、あんま人映さない方がいいんだろうな。あったあった。中入るとな、怒られるからな。あ、昔は小学校だったんだ。明徳小学校、記録王貞治、なんかの記念だろうね。世界一になったとか日本一になったとか。昭和40年、開校40年記念か。まあそういうことで、王貞治さんが、ご卒業なさった学校です。
こんなとこかな。次行ってみましょうか。はい、お次は伊豆町の紅葉、紅葉、こういう観光施設っぽいとこはね、多分無理やりでも作るだろうね。おお、無理やり作ったじゃん。あ、だけどあれは柳か。あっち側も柳かな。まあ街路樹は植えるか。これはやっぱり柳だよね。まあ寂しげだけど、下町の川っぺりには、なんて言うんだろう、よく合う風景かな。で、伊豆町の隣、隣でいいのかな。伊豆町は、隅田公園の一部が水町かな。まあそういうことで隅田公園に来ました。ここはあるだろう、あっち側の木もみんなそうかな。ちょっと暗くなってきたから真っ黄色って感じじゃないけどな。あそこら辺を応用してる感じだよね。ここら辺もちょっとまだ早いけど応用だよね。あっちの奥の方は牛島神社か。あ、アオサギ。アオサギだよね、あれ。多分牛島神社去年やってるんで行かないということで、隅田公園および水町終了。ここのちょっと紅葉も紹介しといた方がいいかな。このね、路地を通っていくんだよ。っていうとね、まあ紅葉の木も、まあちょっと面白いって面白いんだけど、この立地条件がなんとも面白いんだよね。ここはこの路地の先にねあるのよあるんだけど、なんか不思議な空間でしょ。ここがね、どう言ったらいいんだ、亀戸の勝運通りからちょっと中に入ったとこなんだけど、これ道路なんだよ、一般道なんだよ。だからなんか周りがずっと入ってんの、なんか作ってんのかね、よくわかんない。でね、ここなんだけど、隣もなんかちょっと建物建ってもね、ほら紅葉してんの、もみじだね。どう言ったらいいんでしょう、もみじのトンネルができてる感じ。いい感じでしょただね、このもみじね、角度によってはね、それほどトンネルでもないんだよ。っていうかトンネルに見える角度の方が少ないと思う。ここもよくわかんないね。ここも一般道なんだと思うんだけどね。そこ普通の公園だしな。
まだちょっと緑っぽいとこもあるかな。ほら、こうやって見るとあんまりトンネルっぽく見えないでしょ。だけどね、角度によってかなりかっこいいです。一般の民家だね。こっちから見ると全然紅葉でもないし、なんか柑橘系の果物になってるしって感じです。なんて言ったらいいのかね、亀戸の路地裏のちょっと迷いしちゃいそうな迷路にあります。